米国のドナルド・トランプ大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン国務委員長による二度目の米朝首脳会談が今月末、ベトナムで開催されることに関して韓国大統領府はムンジエイン大統領の合流の可能性は低いと言及した。キム・イギョム大統領府報道官は6日午後、米朝首脳会談関連の会見中、 文大統領のベトナム行きの可能性を問う質問に、米朝間交渉がどう進むかによって変わってくるが、可能性は高くないと見ていると述べた。米朝首脳会談後、トランプ大統領が現地で中国の周知カヒラ国家主席との連鎖会談を開く可能性があり、外交関係者の間では文大統領も電撃的にベトナム行きを選択し、 米中間朝の4者会談を通した朝鮮半島終戦宣言が茂るされる可能性も提起されている。これを前に金報道官は2度目の米朝首脳会談が今月27日から28日にベトナムで開催されることが確定したことに関して歓迎するとの立場を示した。金報道官は 二種脳はすでに70年間の敵対関係を洗い落とす歴史を成し遂げた都市、より具体的で実質的な進展の足取りを踏み出すことを願うと述べた。また、北朝鮮と米国が新たな歴史を築くのにベトナムは大変いい背景になると期待していると付け加えた。